にちは、リアナです。こんにちは、アイサです。エリカです。はい、マヒロです。こんにちは、マナカタです。はい、今回の曲はエクス流行語大賞2022です。イエーイ。エクス流行語大賞とは、エクスインスタフォロワー12万人、エッグ、LINE アット登録者5000人、エッグモデル24人の現役ギャルちゃんたちから年末に取ったアンケートをもとにエッグ独自の流行語を発表させていただいております。ちなみにみんなは去年の流行語大賞覚えてますか？まあちょこちょこ、うん、全然覚えてない。したら簡単に振り返っていきたいと思います。第10位、コミコミでゆうちゃみさんのやつね。そうテレビでやってて。第9位、なんでも言っちゃって、何でも言っちゃっていいよという意味で完全 TikTok だなって感じ、うん、めちゃくちゃ流行ったね、うん。第8位、汗汗。あ、めっちゃ流行った。それはてかさ、発祥なんだっけ、汗汗。ラナーちゃんだ。ラナーちゃんだ。なるほどなるほど。次、第7位、ひよってるやついる。あ、マイキー。ドリベだ。ドリベですね。第6位、家でブルベギャルベ。使うとかではなく、うん、そういう部類ができたよね、うん、みたいな。なんか流行語っていうか、骨格とかもそうじゃん。骨格ウェーブとかね、うん。第5位、ずっしょ。うん、落書き系ですね。プリクラとか、うん。第4位、超落ちるならまあ。でもそれのカバーとかがいろいろ出てましたもんね。出てた。第3位、羽ばたいてるね。漏れてるねみたいな意味ですね。なんかつけまとかがちゃんと上に向いてついてることを羽ばたいてるね。漏れてるねみたいな。第2位、ルーズソックス。まあ、言葉ではないね。そうだね。けどさ、なんか再ブームしたよね、ちゃんと。いろんな色のルーズとか出たりさ。その時期ディズニー全員ルーズだった。あ、めっちゃみんな履いてた。第1位、せーの、やばい。見てるだけ分かってないんだ。なんだっけみたいな。結構いろんな人結構使ってるイメージはもともとあったかも。去年いろんな方がキャパイを言ってました。みんなキャパかったってこと。みんないっぱいいっぱいだったの。はい、ということでここからは今年のエッグの流行語大賞を発表していきたいと思います。イエーイ。第10位、じゃーん、まるまるポニー。ポニー、ポニー、ポニー。意味は、何でもかんでも語尾にポニーつけて使うとなんとなく可愛い響きになるらしいです。ポヨの方、ポニーでもポヨだね。ポヨ、ポヨ、うん、逆に周りに使ってる人いました。え、でもハリュック使ってた。多分俺だけだよ、それは。ハリュックだけだよ。絶対そうだよ。じゃあ俺誰かから LINE で送られてきてそれ使うようになったのよ。用例は、おはポニー。つらポニー、つらくなさそう。はい、第9位、まとまってる。まとまってる。今の状況、大丈夫そうなどの確認の時に使うらしいです。はい、使えます。めちゃめちゃそういう状況になんないと通じないかもしれない。普通にこれだけ聞いたら食してるってなっちゃうけど、大丈夫みたいな、今平気みたいな。エグ派でまひろちゃんとエルビちゃんとの電話のやり取りで自然に使用しているが、現場のスタッフは全く意味が分からなかった言葉らしいです。エリもその時初めてまとまってるって電話で言われたから、一回聞き直したよね。一回聞き直したは聞き直したんだけど、一回目で、あ、こんな感じのニュアンスだろうなみたいな感じで、今大丈夫だよみたいな。電波もあれあれだったし、噛み合ってなかったから、それで聞いたみたいな。いろいろ状況大丈夫みたいなね、感じで。第8位、イエッサー。意味は特になしです。まあ、話がなんか止まってて、シーンってなってる時とかに場を和ませるみたいな感じに使うらしいです。なんかライブパフォーマンスから発信されて、あ、そうだね、うん、ラッパーのイエローバックさんがライブ演出で行う、一度会場を静かにさせてから自身の楽曲イエッサーとつなぐパフォーマンス。 TikTok でその様子がバズり、ギャルたちの間でも流行中、とのことです。TikTok すごいですよね。すごい、てかでかいよね、やっぱ今。第7位、ガガガね、ガ、そう、ガ。意味はガチの変化系で、ガーちゃん、とか、これが短縮化、され、ガとなりました、ガって使う時もあるけど、基本的にはガーちゃんとかのが多いかも。まだあとのガー来たよね。
うん、マジと聞くときにマと略していたのと同じスタイルで使用するらしいです、うん、でもリョとかリとかのなんかあれってことでしょ、うん、でもリのがうざくないとリとかは結構うざい、マはまだ許せんだけど、リって結構うざいよね。基本的に話あんま聞いてないから、えガチャンみたいな感じで使っちゃう。基本的に適当なんで、うん、ギャルの会話って、うん。第6位、まるまるバイブス。意味は2013年に我らが大先輩元エッグモデルの今井花様が流行させたギャル語バイブスが少し使い方を変えてリバイバル、現代のギャルは何か行動する時の語尾につけて使用する言葉となってます。使用例は、チャロバイブスしよっかな、今日のご飯寿司バイブスだわ、寿司バイブスだわ使うかも、結構何でもつけちゃうかも。結構使ってる人はめっちゃ多いイメージ、うん、また再ブームしてる気がしますね、うん、徐々に、うん、会話の8割バイブスなんだ、うん、やっぱりご飯とか今日何食べたいみたいな、うん、割と和食バイブスかもみたいな感じで使ったりとかする、うん、どんな気分みたいな、そうそうそう、うん、バイブスってなんか気分みたいな感じだから、うん、どんな気分みたいな感じで使いますね。今のでもスタババイブス多いよね。確かに、ね、最近どう飲んでる、飲んでるバイブスね飲んでる気分になっちゃう。使い方ちょっと説明してるのに飲んでる気分第5位、うましい。うましい、うまし使う。意味はヒップホップの DJ の DJ チャリさんが多用している言葉、片手で C のポーズを作り使用する。意味はもちろん美味しい。多分チャリさんの名前がチャリで C がついてるから C っていう、うん、あそれもヒップホップ関連が結構ヒップホップで多いみたいですね、うん、これ一番わかりやすいよね、うんうん、嬉しいとかも使えるし、うん、いろいろあるよね、うん、だって C つくものいっぱいあるもん、うん、確かにチャリさんの切り抜き動画が TikTok に投稿されたことからギャルの間でも流行中。余談ですが DJ チャリさんの名前はクラブまで自転車で通っていたことが由来しているそうです、そうなんだ、いける、炙りますの人です。第4位、死んだ W。面白いことが起きた時のリアクションとして発する言葉、うん、あんまり演技がいい言葉ではないから使用ほど面白いという意味を持つ。使い方としては死んだ W、 癒しる W、 死んど W 等の使い方がベターらしいです。使うくない、死ぬとか、うん、死ぬが多い、うん、死ぬの後に死んだかも、なんかさ、うん、待ってそれ死ぬんだけどみたいな、うん、マジ死んだっすね、最後死んだで死ぬ無理の方が使うかも、うん、無理みたいな、ガチ無理ガチ無理みたいな、笑いすぎるとそうなるかも。第3位、ゲイツーこれ意味は風呂に2日間入ってない状況、強者になると Day3 Day4 なんてこともてんてんてん。修練、今日どんな感じ、 Day3 がが喋りたくないじゃんもう、 もう Day2 の時はあるんですけど、頭だけ Day2 が結構多い、体は絶対入るかも、楽じゃん今日私その状態 Day2 わー Day2 頭だけ Day2 ね、嫁に行けなくなるマジでやばいや、こんなの流行らせたらダメだから、そうマジでイケメン絶対見んな、マジでイケメンだけ絶対見んなてかこの会社がおかしいんだよ、そうそうそう第2位、ギャル超かわいい。おはようさんのギャル、かっこピートシェイクペッパー&ヤングボーイピーという曲の一部のフレーズです、ギャル超かわいいのリリックスが印象的でギャルの間で人気沸騰、 TikTok では一時期ギャル超かわいいの動画ばかりで投稿されるほどのバズを起こしました、うん、確かにみんな使うすごかった、うん、みんな TikTok 撮ったことある？あります、まあ、うちらに合ってる音源だよね、かなりね、確かに結構いい聞きそう、ヒップホップ聞かないです。あ、そうなんだ逆に何聞きながらみんな通勤とかしてんの、あゆとか朝から M とか聞いてらないの気分思ってね、もうそんな生活無理だよ第1位、ギャルピー。ギャルピー意味は
V サインを逆さに向けて駆使したり突き出すギルピースの略称を示す、うん、通常のピースをひっくり返したような形ですが、90年代に流行らせたエッグポーズの進化系でもあり、当時エッグモデルも多用していたポーズです。平成エグモのプリクラ等で多数見かけることがあります。なのでこちらも当時のレジェンドエグモ様が生み出したポーズなのではと編集部は勝手に解釈しております。エッグポーズのいとこみたいな、確かにのニュアンスですね。大体さ、エッグポーズがあってエッグポーズのピース版だからギャル気なんじゃないかなって勝手に解釈してるんだけど、確かにギャルはめっちゃピースの種類多すぎるから、マジで多いぞ、めっちゃ多い、いろんなピースがある、いろいろギャルはピースの癖が強い、かわいい。以上でエッグリュークワガ大賞2022でした。イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございました。2022エッグ流行語総括、1位2位の結果を見ても分かりますが、 Y2K ブームも後押しし、2022年はギャルというワード自体が流行した年となりました。世界的モデル富永愛さんがルーズソックス、へそ出しファッションの写真を渋谷109前で撮影し SNS に投稿したことも、今年ギャルというキーワードが話題になった象徴とも言えると思います。ということで、来年もエッグ流行語大賞の発表お楽しみに。はい、ここからは番外編でーす。イエーイ。はい、まず1個目、はい、価値あれ、意味は幸せになれよ、お幸せに、幸せが訪れますように、友達に彼氏ができた時等に使用するそうです。キレちゃんに1回言われたことある。あ、確かに、キレちゃんめっちゃ言ってる、うん、言ってくる。価値あれ、価値あれ、価値あれ。はい、2個目、ピーチュ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 、うん、めっちゃ使ってる。早くこっちにいて、ピーチュしてって、宇宙ピーチューって言われる意味は、イエイ、オッケーなどの意味を指す、どこから生まれたかなとは一切不明の言葉です、うん、そうだね、オッケー、なんかオッケーでは使わないの、適当に返してるって感じ、うん、ピーチュピーチュ、とりあえずの締め方みたいな、うん、そう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 。じゃあ3つ目、乾杯おっぱいチェリーパイキンタマホイホイです。最新の乾杯コール、新宿のサパークラブジャパンの TikTok 動画でバズったとされている CQ 下ネタ全開で場を一気に盛り上げる効果ありです。はい、ラストは血穴確定です。だろうなっていう、歌入ってるな、入ってるな、意味は割愛させていただきます。いいで、はい、以上番外編でした。イエイイエイ、エッグ流行語大賞2022やってみていかがでしたか。面白かった、うん、面白い。振り返りも含めて、うちだってやっぱパワーワードみたいな、パワーワードすごい出して日々日頃生きてるんだなっていう、振らないうちに発症してる、そう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 、ギャルパワー強いよね、結構強いと思ったから、なんか多分シンプルに頭の回転早いと思う、そうそう、確かに。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。